違いました。俺このままなん喋らて？なくてもさ、気づかれ数ないのんじゃ子3ね？つってこと？そうだよ。みみんなでオルアポんなにの関小係説性読むゼロとか。思ってた。うわ、でさもすいだきけだなからり。ね。なんか緊張してきた。待ち合わせ場所になった公園の真ん中で思わずつぶやく。ねえ、あの日の聞いてんの夜、か？ふと、おい。これってもしかしてデートなの返せでなは？かったらおと考前、えてしまってか許ら、さねえぞ。頭の片隅にはいつも橘さんと花火大あ、会のことえ？があった。夏祭りに男女二人きなりんで花だ？火めっ見ちゃに行くいいなんやてつイなベんンだから、トをそれ。これまで経験したことのなかった自分にとってデートにしか思えなかったのか。返せしかも相手は最近気になっている美人な女の子。緊張しないはずもなく、これ何意す識れせばずいいもの？手に滲んだ汗が気持右ちクリッ悪く、クでポーってやっゴシゴシとて、床、お浴魚が衣こうでピュ拭ピュう。ピュピュってきた。そう、今日は生俺も浴臭い衣を仕着て事いをる。した。あの日、浴衣を着臭て来てほしいと言った手前、自分もそれに合わせなきゃダメだろうと思い、必死に探セしレンた。さんの匂いだよ。その結果、たどもうり来着いまたのせんが、か？この白黒、市なん松か模俺様がの思っもての。た釣りじゃない。今もにのすなっごていガ勢ラいがで少釣しれ子る。供っぽいかもと感じるが、見つけ早くたなるの時ついは、てるから。天気が舞い降りたと思った。なんたって自分のイメージカラーの黒と白なんだから。そんな、なんで自意味らがのわセンスかのるなの？さに気を落ちたままぼーっとしていると、この浴そう衣惹かれないかな。橘さんは今大丈夫かな。早くという返か、し浴衣着てきてじゃくれたゆかゆなゆといろいろなこすとをぐ頭をたすらぎる。それどころか、今日遊ぶよ約束って実すぐは来たら嘘な絶の対で死ぬは、じゃん、これ。なんてことを考金えのてしところまう。で集会開くのは金がないと無意ダメ識ででしょ。立ち上げたメッセージアプリを改めてみても、金？文面的には乗り気だし、楽しみにしてくれてる様子が感じられて、思わずほっとため息をついた。金をこ今の日の予文定が面嘘す偽ればりいいっでて言うないとと、安心していると、着信音とともに新しいメッセが届いた。それとタラしかど来ねえ。こ？金、それを確認すどっるとか同時にあにります？勢いよく顔を上げて辺りを見渡す。立花さんなんか村からキョかっロキぱョロらってきとてませ辺りんでをし見た？渡しても特徴的な髪色をした女性は見当たらない。え？もしかしたら反対側かないない？と振り返ると、おい、うわなんか釣れうたぞ。わ楽しそうな様子を前面に乗せた声金と、よろけだ。ない程度に押された衝撃に思わず声もを上げる。うこの金何事かとクス取りク外スし笑てんいじゃないで声すがか、聞こえるこれ方を話見るす。と、そこにはい確たずからがに。成功した顔の橘さんの姿があった。正直、驚かす開声いそてのまもすのよ、よりも、人それと同時に感じた、危ね危ね危ね俺危ね、を本当押すだ。彼女の手の柔らかでさもなんかと、変なと女のこ子に開らいてしいますか匂ね。いに驚いた立花ひなし、のにドギ触れマギしたたのだが、釣りそれ竿をは奥歯にも水出中さに捨てず、るところ。なんか変なとこに湧いてる。彼女を正面に捉える。俺、キモすぎだろ。あそこに。そして、そこでようやく彼女の服装に目が向かい、あ息をれ？呑む。ここなんで？落ち着いた紺の生地に、彼女のイメージカラーのピンクで描かれたこんな桜んでが、何も華やか閉じてにない。浮かこぶれ浴が衣さ、を身にまとう。その艶やかな髪には、つったね。可愛らしい髪た飾だ、りこがれ。光り、うっすらと施服、されていたたメイら、クが彼女の鮭、可愛らさと以上。美しさを倍増させている。以上。帯あたり、もっとおもろいの釣れんかな。帯草あブたロッりクにで刺した囲うちわわないにと、ここ手にに湧持っいちてゃいうのか。る巾ハーフ着、ブロックでいいか。そのハーフ全ブてロッがク可で愛いいらか。しく彼女を引き立ハーてフる。ないや。神人ハーさフん、持ってこないと。一通り笑い終わっただろう彼女うが自分の名前を呼初めぶ。ての、少し潤んだ上目遣いと、初こてんとかしげられた首。いつもと同じ呼び方と仕草のはずなのに、どうもグッと来てしまう。めての。でも夏そんな祭りのめった雰囲に気釣とれな気にい。なるこの浴衣姿というものはこんなにも危険なのだと実感する。聞いてます？橘どっか変化って聞いてるんですけど。一度名前を呼ばれた衝撃もすぐに薄れ、彼女に見惚れていると少し非難する口調で話しかけられた。やはり見すぎていたらしい。すぐに顔を背けてごめんなさいと謝る。しかしそんな俺の落対応ちにだ、バカ余め。計ムカッとしたのか、橘さんは眉間にしわを寄せて一さ歩ん、ここれちあられにか詰もめし寄っれてないきでた。すね。上体が近くになり思わず背中を反らす。簡単に落ち少しだけ空気が重い。る。お、何に逆怒っのて謝るんりですしか。てるだけだ。気に障るようなことをしてたら謝るっすけど。はあ、別にどっか変足りかない聞いとたいうだよけり、怒ってないですけど、この絶分対もに嘘落ちだなと思いという。けないから。だって眉間のシワは先ほどよりも深くなっているし、口調は荒い。足元を見れば草履でぐりぐりと地面をはい、えぐっているらしく、じゃりじゃりと音が聞こえてくる。やっぱりじろじろ見すぎたのがいけなかったのかなと思う。どうリカバリーしようかと考えていると、橘さんが地面を向いてボソッと、せっかく来てきたんだから褒めろしとつぶやいたのを拾う。そういえば見惚れていて何も言えてなかったなと彼女の言葉で気がついた。この1週間で見つけ、俺のバイブル的存在になったブログにも、女の子の服装を褒められない男は何をしてもダメと書いてあったのに、やらかした。とはいえ、未だ土で草履をえぐりながら下を向いている橘さんを褒めたとしても効果的ではないと思えた。バイブルにも褒めるときは目を見て褒めろと書いてあったんだ。
どうすれば顔を上げてくれるのかを考え、一つ妙案を思いつく。立花さん。え、はい。ちょって、今日の浴衣すごい似合ってます。最高です。メイクとかも似合ってるし、髪飾ちょストップ、もういいから。分かった、ありがとうね。でももういいから。いや、言わせてくださいよ。その髪飾りもすっごく、すっごい女の子らしくて可愛いし、普段見ない草履姿も新鮮でびっくりしました。これが浴衣姿の立花日なのかって。あとうち、もううるさい、ほんと。分かった、ありがとう。もうやめて。分かったから。思いついた妙案は言ってしまえば簡単なことで、手を握ってこちらに注意を向けさせるというもの。考え通り効果的だったらしく、耳が赤くなった立花さんと目が、ゴリラが食いつく。そしてここでばかりに褒めまくる。ゴリラが食いついた。自分の思ったことを素直に伝えていると、立花さんは照れて地面にしゃがみ込んでしまった。ゴリラ、自分も恥ずかしくないわけではないが、ここまで立花さんが照れるとは思わなかった。浴衣が地面についている様子はないが、少し心配になって同じようにしゃがみ込む。俺がしゃがみ込んだことに気がついたのか、彼女はこちらから顔を少し背ける。顔色を伺うようにそれを覗き込めば、至近距離に彼女の顔が。少しでもバランスが崩れれば消えてしまいそうな距離に、立花さんが息を呑む音すら聞こえる。予想していなかった距離感に胸が早上がり顔を打つ。彼女も同じだったのか、のけぞるようにして二人とも立ち上がった。先ほどまで浴衣を褒める前とは違った重い空気が流れる。気まずさと恥ずかしさ、その二つが混じり合い、どちらも口を開けない。無言のまま示し合わせたかのように歩き出す。ゴーレム殺すの？ひとまず祭り会場に着くまでにこの空気を何とかしなければと、胸に誓いながら、もう18個溜まった東京サマーセッション。えー、いいね。ほんとだ。じゃあもうここで放置しよう。なんかいいの釣れた？なんかいっぱいフグ釣れた。